みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。初心者のためのコード理論講座ということで、ギターを始めて間もない方に向けて、簡単なコード理論の話をさせていただいております。1回目の動画では、それぞれのコードに関連性を持たせて覚えるなんていう話をさせていただいたんですけれども、今回の動画では、コードそのものをザザザザとずらしていくという話をさせていただこうかなと。ずらしていくという考え方の話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。一つの目安として、こんなコードネーム、F シャープマイナーとか C シャープマイナーとか、こんなコードネームを見たときに分かるという方は、多分この動画を見る必要ないかなと思います。コードネームをパッと見ても、ああ、なんか押さえたことあるような気がするけれども、ちょっと押さえ方はよくわかんないやという方は、割と一見の価値あるかと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じです。とりあえず、とりあえず、ずらすということについて、どういうことなのかというお話をさせていただこうかなと思います。皆さん、E コードと F コードの押さえ方はご存知でしょうか？ E コード。前回の動画でも E コードはちょっくら押さえましたけれども、確認をしてみましょう。おさらいをしてみましょう。E コードはこんな感じのコードですね。ちょっと押さえてみましょうか。一緒にやってみましょう。ギターを持っていただいて。人差し指で3弦の1フレット。で、中指で5弦の2フレット。そして薬指で4弦の2フレットを押さえて、全部の弦をバラバランと弾いていきます。これが E コードでございます。そしてもう一つ F、初心者の最大の壁といっても過言ではない F コード。すでに押さえたことある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっくら確認で、これもおさらいをしてみましょう。F コードの押さえる場所は、こんな感じです。制覇というすべての弦を人差し指で一気に押さえる場所が出てくるのが、最大の特徴でございます。やってみましょう。人差し指で1フレット、制覇しまして、で、中指で3弦の2フレット。で、薬指で5弦の3フレット。で、小指で4弦の3フレットを押さえていきます。まあ、うまく音が鳴れば、こんな感じの音が鳴るはずなんですけれども、まあ、音が出なくても別にいいです。ちょっとこう、ずっと。まあ、なんか悲しい感じになっちゃっても、悲しい感じになってしまっても、まあ、よしとしましょう。そのうち出るようになります。ではでは、E と F、2つのコードを押さえて、ちょっこら並べて書いてみたんですけれども、なんか見比べると、なんか、同じではないけども、似てると思いませんか？似てると思いませんか？ちょっこら一回 F を押さえてみて、このまま向こう側に1フレットをずらしてみていただきたいんですよ。そうすると、こんな感じになって、で、開放弦を人差し指が押さえているとイメージすれば、まあ、F の形のままだと思うんですけれども、これって E コードと全く変わらないですよね。逆の言い方をすれば、E コードの開放弦を人差し指が押さえているとイメージして、運指をして、そのまま1フレット上げれば、F っていう名前になるんですよ。E コードの開放を人差し指が押さえていると仮定して1フレットをずらすと F という名前になる。これがそのずらすという話の核心の部分でございます。で、またこれまた便利なところでございまして、前回の動画の中でこの E コードから E マイナーにするためには3弦の音をここに持っていってくださいなんていう話があったじゃないですか。この辺の理屈もすべて持ち越しができます。ちょっとやってみましょうか。E コードから E マイナーコードにするときには、この3弦の音がこう抜けるなんていう話をしました。人差し指が開放弦を押さえているとイメージして、E コードを作りますよね。こんな感じ。で、開放弦を3弦に入れるためには、中指がなくなるわけなんですけれども、まあ、言い方変えると、このフォームから中指を抜くと、マイナーって名前がつくと言えるわけですよ。で、これが隣にずれたときにも全く同じことが持ち越せるので、F です。で、いろんな曲を弾いている中で、F マイナーというコードネームが出てきましたと。そしたらどうすればいいかというと、なんとなく察しがついているかもしれませんが、中指を抜けば、
マリナという名前がつくんです。わお、なんて便利なんだ。他にも同じように、セブンスとかメジャーセブンスとかに関しては、全く同じような理屈を適用することができます。で、なおかつ、今は開放弦のところから1フレットにずらしましたけれども、これをどんどんずらすことでもっといろんな名前のコードを押さえることができるんです。どういうことかと言いますと、てん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 、バシ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 。開放弦の場合は E というコードネームでした。人差し指が1フレットにあると F というコードネームになります。1フレットのとき。で、そのまま人差し指が3フレットの位置までずらしていけば G というコードネームになり、5フレット前ずらすと A、7フレット前ずらすと C、8フレットだと C、あ、B、C という感じで、まあ、こんな感じでコードネームがどんどん変化をしていきます。ちょっとやってみましょう。少しこれはちんぷんかんぷんになってしまいがちの内容なので、少しゆっくり一つ一つ確認しながらやってみますと、まず E コード。これは OK。で、人差し指が1フレット制覇で F。これも OK。このまま人差し指を3フレットまでずらします。人差し指を3フレットまでずらします。で、この状態でまたビャーンと弾いていくと、なんとびっくり、これ G というコードをやるんです。で、同じように5フレットまでずらしていって、ビャーンと弾くと A コード。7フレットにずらして弾くと、B フラット、そして8フレットにずらして弾くと C コード。こんな感じで F のフォームを横にずらしていくといろんなコードを弾くことができるんです。で、さっき言ってたそのマイナーの仕方に関しても全く共通なので、仮に G マイナーというコードでもできても、少し考えればわかるはず。3フレットが人差し指が3フレットに来るように、その F のフォームを作って、中指の音を抜いてあげれば、マイナー、つまり G マイナーになる。そんな感じの理屈です。で、この合間には F シャープとか G フラットとかが存在しているので、もしいろんな楽譜を見ているときに、F シャープマイナーというコードネームができても、そんなに焦らないはず。シャープっていうのは、1フレット上だよっていう記号です。で、フラットというのは1フレット下だよという記号。ちょっとやってみましょうか。F シャープマイナー。F のところから1フレット上と言われているので、1フレットずらします。ババン！これが F シャープです。F シャープ。で、マイナーって名前をつけなければいけないので、中指を外して、F シャープマイナーの完成。わあ、できた！こんな感じになります。ずっと横にずらしていけば、それぞれのマイナーコードもメジャーコードも弾けるので、まあ、よければこの音の並び順、何かしら紙とかにメモしておいて覚えていただけると嬉しいなという感じです。まあ、大体7フレットくらいまで覚えていれば十分です。あんまりこのハイコードの C とかは使わないので、まあ、言っても B、7フレットまでですね。7フレットまで覚えておけば、まあ、十分かなと思います。そんな感じでずらす。という概念でございました。さっきも言ったように、セブンスとかに関しては全く同じ理屈が適用できますので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。あともう一つ。A コードに関してもちょっくら考えてみましょう。A コード。さっきの動画でもちょっくらやりましたが、覚えてますでしょうか、押さえ方。2弦と3弦と4弦の2フレットをまとめて、3本指で押さえまして、5弦から。していくというコードです。で、Am にするときは2弦の音をチュロッと変えて、なんてそんな話をさせていただいたんですが、覚えておりますでしょうか。で、この A コードに関しても、開放弦の音を人差し指で押さえているというふうなイメージで、上にどんどんずらすことができます。ちょっとやってみましょうか。A コードありますよね。で、開放弦を人差し指が押さえているとイメージして、このままずらしていきます。まず、人差し指が2フレットに来るようにずらしてみましょうか。人差し指が2フレットに来るように、ひょいひょいとずらしてみる。そうすると、こんな音が鳴るはずです。ちょっと押さえ方が甘くて、となってしまっては、まあ、これはこれで OK。で、その次は人差し指が3フレットに来るように押さえてみましょう。
んな感じで横にまたずらしていって、いろんなコードを弾くことができます。で、それぞれのコードでももちろん決まっておりまして、人差し指が2フレットのときには B というコードデモになります。そして3フレットのときには C、5フレットのときには D、7フレットのときには F、8フレットは F でという感じで、まあ、これも7フレットくらいまで覚えておけば全然十分です。で、A コードから Am になったときのように、3フレットに人差し指があって、まあ、C コードを押さえてますよね。このときにその Cm というコードが出てきましたと言われても、ちょっと考えればわかるはず。2弦の音をプルッと変えるので、指使いを変えて、こんな押さえ方になると。こんな理屈を知っていれば、一番最初に書いた Cmというコードデモが出てきても、そんなに焦らないはず。まず、人差し指が3フレットで A の形を作ります。これがまず C。そして、シャープがついているので、1フレットをこっち側にずらして、マイナーがついているので、マイナーの形に修正をします。C シャープから C シャープマイナーへ。こんな感じでコードをずらして弾いていくわけです。そうすると、まあ、どんなフラットでも、どんなシャープがついたとしても、割とサクサクと抑えられるようになるかなという感じでしょうか。で、1本目の動画で言っていたように、その関連性も大事にしながらコードを押さえていけば、最初に言ったように30とか40とか、そのぐらいのコードはあっという間に覚えられるかなと思います。こんな感じで横にずらすという考え方も合わせて覚えておいていただけると嬉しいなという感じでございます。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。まあ、いろんな曲をこれからたくさん練習していくと思うんですけれども、こんな法則の話をちょっと知っておくだけで、まあ、すごい簡単にいろんなコードを覚えることができるようになるかなと思いますので、よかったら覚えておいてくださいませ。そして、よければノートとか、なんかメモとかに、この音の並びとかをメモしておくと、これもまた役に立つかなというような感じでございます。はい、以上でございます。どうでしたでしょうか。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。関連性をしっかりと把握しておくこと、そして横にずらすこの音面を把握しておくこと、この2つをしっかり守ったまま、いろんな曲にチャレンジしていただけると嬉しいなという感じでございます。まあ、まだまだその、ね、いろんなコードネームはたくさんあって、そのアドナインとか、なんかサーティーンスとか、なんかイレブンスとか、なんかね、本当、まあ、例を挙げればきりがないんですけれども、オンコードがなんたらかんたらとか、まあ、その辺に関してもその、さっき言ったように、関連性とその音の並び、この2つをしっかり意識したまま練習していけば、いろんなポジションを覚えることになりまして、いずれは100個、200個ぐらい、すぐに覚えられるようになるかなと思います。それでは、じゃあこの動画をこちらまでで終わりにさせていただきましょう。これからもいろんな曲を弾いて、いろんなコードを覚えて、頑張って練習をしてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。